クライマックスランダーズは、クライマックスが開発した、ドリームキャスト用ゲームソフト。ファンタジックな土地や、現代の商店街、未来の宇宙船など様々な世界の一部が集められた、世界を舞台とし、その世界に巻き込まれた、主人公たちが、それぞれの世界に戻るためにマスターと呼ばれる老人の指示に従い冒険する。クライマックスが、 それまでに手掛けたゲームのキャラクターが登場する同社の集大成的な作品となっている。キャラクターデザインは玉木美幸。自動生成型のダンジョン RPG であり、空腹度の存在などロングライクゲームを基本としたシステムを持つが、マス目を移動するような方式にはなっておらず、マップ内を自由に動き回れる。戦闘はターン性。シンボルエンカウントにより発生する。 戦闘中にモンスターを捕獲でき、捕獲したモンスターは仲間として最大2体まで戦闘に参加させられる。本作品にはドリームキャストの周辺機器であるビジュアルメモリにダウンロードして遊ぶことのできるミニゲームが多数収録されている。これらは最初から遊べるわけではなく、ゲーム内で手に入れる必要がある。一部のミニゲームではトークンと呼ばれるゲーム内通貨が入手でき、 ゲーム本編の通貨に換金したり、アイテムと交換できる。ありがとうございます。